リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。イエイ。いやー、寝れないよ寝れないよ。こうお正月のね、あれでね、あの昼夜逆転して寝れないよということで、動画を撮ってみようっていう感じで動画を撮ってます。イエイイエイイエイ。はい、改めましてね、明けましておめでとうございます、皆さん。いやー、皆さんどうです、正月明けてからね。今日は2019年1月、カレンダーカレンダー6日ですね。1月6日、現在がもう間もなく7時を迎えます。7時だよね、7歳だからね。でね、ちなみにね、昨日12時ぐらいからね、いろいろなんか作業とかしたりとかね、いろいろやっててね、寝てないの、バカかなーっていうところですね。はい。で、まあなんとなく小話的な感じでね、動画だけ撮ろうかなと思って。そう、2019年入ってからね、いや、一発目でちょっと衝撃的なことが起きたりはしたんだけど、まあそれは一旦置いといて、ちょっとね、いろんなことあったけれども、私はどっちにしても、今年もね、私なりに、私の人生を歩みながら、いろいろやっていこうかなと思ってるので、よろしくお願いします。はい、で、今年なんですけれども、まあ、まずは、LINE スタンプを、今、絶賛作成中です。なので、その LINE スタンプをね、作って、その LINE スタンプを、より、広めていきたいなと思っています。ただ審査が通るかはわかりません。なんか、取らないみたいなことも聞いたのでね。この辺にね、サンプルこの辺かな?サンプルこの辺に置いとくね。はーい。そのサンプルみたいな感じで、ね、作っていこうかなと思ってるんで、よろしくね。で、今年1月1日に、私が一緒にやらせていただいている、凛として春。としてね、ユニットを組んでいる、あとはそのテンションの暴力のね、ラジオ放送の方で一緒に活動させていただいている、秋山千春ちゃんと、月下街の方でカラオケコラボっていう形でねしてきたんだけど、いやー楽しかったですよ、私はね。実際こういう形でね、R 世界と V 世界っていうところが行き来できる空間になっては来てるので、行き来しながら、千春ちゃんの世界の方でお会いしてお話しさせていただくこともできて、私は楽しかった、所存でございます。なんかこの辺に思い出写真、R 世界からね V 世界に行く時の、写真をねいろいろ載せておきますけれども、いや楽しかったです。うん、ちょっとね、ラジオ放送内、ラジオ放送じゃないや、カラオケ放送の方でもね、ちょっとだけお話ししてましたけど、ちょっとね、お互いあんまり寝てなかったりとかしてね、前日も夜遅くまで連絡取り合ってたりとかして、あと昼夜逆転お互いしててね、で、朝合流してお会いしたので、お互いね、なんか体調不良を起こしながらね、ちょっと、あんまり万全な状態ではなかったんですけれども、そんな感じで、でも楽しくはやれたのでいいかなって感じ。旅の写真ね、この辺にスライドショーで入れときます。はい、っていう感じですね。まあ新年早々ね、お話しさせていただいたり、楽しくやらせていただいてっていう状態でございました。あとは今年もこんな感じで雑談というか、私がねお話しする感じの枠を設けながらお話ししつつ、あとはお宝がね溜まってきてるんで、お宝あたりもねちょっと紹介しつつやっていこうかなと思います。今絶賛 V バックル撮ろうかなとは思ってるんだけど、どういう形で撮ろうかなとか、この R 世界と V 世界を行き来しながらやるので、 R 世界と V 世界をうまくこう行き来した状態で撮影したいんだけど、うまくできるかなっていう不安があるので、その辺をうまいことねやりながら進められたらいいなと思っているので、もう少々申し訳ないけれども、もう少々だけねお待ちください。頑張っております。
はい、っていう感じかな。ちょっとね、昼夜逆転して、そろそろね、昼夜逆転を戻して、しっかりと生活リズムをやっていく、ね、やっていく？やっていく？生活リズムをね、整えながらやっていこうかなとは思ってはいます。また、私の方では、そうだね、うん、そうだね、ゲーム配信とか、ラジオ放送とか、いろいろとまたやっていこうかなとは思っているので、そのあたりも見てくださればと思います。はい、新年始まってしっかり撮った動画の1本目になりますので、なんかねふわっとしてるけれども、お許しいただければなと思います。いや、ほんととりあえず寝れねーっていうのでね、動画撮ってみちゃおうと思って動画を撮ってみました。またこんな感じでね、突発的にね、私動画を撮りながらやっていくこととかが増えていくとは思うので、まあそのあたりはね、なんていうかな、また見てくださったら嬉しいです。ということで、2019年1月6日朝7時ぐらい、寝れないという動画でした。もうちょっとしたら、日朝がね、始まるよ。9時からね。多分9時ぐらいまでにはこの動画がね、上がってるんでね。うん。うん。見てくれたら嬉しいね。ということで、はい。リンリンハローパラレールということで、リンリンパラレルのリントでした。寝れなーい！バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、ツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。